ん、私お姉さんの YouTube 見てます。いやちょっと嬉しい、見てるっしょ、見かけた、見てます、ほんまですか、いやめちゃめちゃ嬉しいです。さっきゲットした焼きそば食べてみたいと思います。今日ね、新しいバブルティーのお店見つけたんで、ちょっと飲んでみたいと思います。ではゆず食べてみます。So Americans, Japan, America loves you, especially New York City. Shout out to Yuko. Oh, thank you. I'm still in high school, so. Hi. Oh my goodness, high school students. They're so beautiful. すごいお店見つけました。ロイスチョコレートです。ロイスチョコレートはニューヨークのミッドタウンブライアントパーク近くにもお店があって、とってもニューヨークで人気です。ここの生チョコレートがめちゃくちゃうまい、ほんまに美味しい。わあすごいいっぱい、あっちにもいっぱいあるんでちょっと見てみたいと思います。わあすごいいっぱいある。Oh wow! ありがとうございます。Thank you so much. Of course, you're welcome. Thank you. Oh yay! サンプルいただけました。みんなロイス、ロイス、ロイス行って。ありがとうございます。Thank you so much. 今日のザファンフェスはなんかこの緑に囲まれてやっているのでとっても気持ちいいです。今日の天気はもう最高。初夏っていう感じの天気で、今日のジャパンフェスはなんと最大の69か67店舗入ってるらしいので、今までで一番大きいジャパンフェスになっています。まだ朝早いんですけどね、ものすごい数のベンダーがいっぱいいらっしゃいます。でジャパンフェスに来るベンダーっていうのは日本人だけではないんですけど、そう日本人じゃなくてもその日本の何か食べ物をフィーチャーとかしていたら出店できるそうなので、なのでよく見かけるのがなんかグリーンティーだとか、なんかそういう感じですね。こちらのベンダーさんもなんか新しい感じのメロンパン、すごく映えそうですよね。メロンパンとか作ってはります。あとはなんかバブルティーとかもやってるみたいですね。でお隣さんがホットドッグかな、いつも出店されてますね。そしてこちら私すっごい気になってたんですけど、こちらのミルクティー、tapioca green tea? Matcha milk tea, boba, with whole milk, and it's really tasty. It's really tasty? Like, so how do you like the like, flavor? Like, is it like really sweet or? It's sweeter than I thought. I prefer like bitter one, but I guess it could work. It's summer. 今日ね、新しいバブルティーのお店見つけたんで、ちょっと飲んでみたいと思います。これ、ストロベリーのタピオカ。バボーね、ボバが入ってて、でこれミルクが入ってて、で抹茶です、ね、すごく綺麗ですよね。ちょっと飲んでみたいと思います。こちらは台湾のカフェになります。私台湾のねお店も大好きなので、ちょっと飲んでみたいなと思います。うん、めちゃくちゃ美味しい。
かほんまに美味しいわ。このストロベリーのタピオカがボバ、これね食べたことない、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しそうな、これはクリームパフですね、シュークリームみたいなやつ。This is black sesame goma, so it's a little bit sweet and savory because you have the black sesame and wakame seaweed, strawberry sakura, and then matcha and yuzu. So this would be the most interesting if adventurous. It's a lot of fun. Definitely recommend that. I will have yuzu and then sesame. And the goma. めちゃくちゃかわいいです。こちらのお店はバタードース、ホームメイドのデザート、手作りデザートのお店です。ではゆず食べてみます。最悪や上のトッピングが全部取れました。事件が起こった。でも中もクリームいっぱい、中もクリームいっぱいでめちゃくちゃ美味しいけど、めっちゃかわいそう、上のクリームが。一つ言えることはすごく食べにくい、フォークが必要。でもめちゃくちゃ美味しい、なんか柚子の味もめっちゃしっかりしてめちゃくちゃ美味しいです。なんかもう絶対ブラックセサミもこれ食べた時落ちると思うんですけど、一回もなんか箱にベチャってついてしまってなんか変な形になってますけど、こちらもちょっと食べてみたいと思います。いけるかな。中は普通のシュークリームって感じ。こちらもすごく美味しいです。うん。Are you from New York? No, I'm from Miami, but I do live here. Oh, when did you move to New York? I started right before the pandemic for college, but then I ended up having to go back home for about a year. Do you work here or are you in school? I just graduated. I work in Brooklyn as a tattoo artist at Skin Blue. Oh, so what are you waiting for right now? I'm waiting for a, what are they called again? Taiyaki. A custard filled one and a hazelnut spread one. Oh, so did you try anything else today? I've tried like a cream puff that had sesame seed. I had that too. What do you think of it? It's so good. I love anything sesame seeds. Yeah, it was amazing, right? I had some yakisoba. And I had an ube boba float.